壮絶な過去を持った者が一人、スポットライトのもとに引きずり出された。我々は分かれ道に立たされている。生きるだが、これは君にとって人生の分岐点となるだろう。自己紹介しよう。俺は闇、お前、私を差し置いてあれを選ぶなんて死んだ。あれだと？俺たちが同一優れた半身だって？最高の結末は、正しさを覆すことなどできない。残された体が物語る死は、我々が自然の恵みとして他者を捕食していることを思い出させる。君の家族を襲った獣を覚えているか、それとも忘れることを選んだか。君はこの世界に背を向けて逃げた。自分だけの世界に閉じこもってしまった。その間に捕食者はより強くなっていった。今は急いで逃げるべきだ。こんなところで終わるわけにはいかない。逃げて生き残れ。そして来るべき戦いの時のために備えるんだ。脅威は捕食者だけではない。終わりの時が訪れると、生命の木が枯れ始め、野生の生物は突然変異し始めた。怠慢だな。上がりだ。
油の汚泥が至るところに広がり、大半の生物が死んでしまったが、中には新たな環境に適応し、それに伴い変化した生物もいた。進化にはそんな過程もある。うまく当たったな。見ろ、かつての者たちが残した緊急ボックスだ。珍しいな。
あのパイプは脆そうだ。クロバールを使うといい。おお。そろそろ本気でここから出る方法を探さないとな。モークは体内にあるいくつもの臓器でバイオ物質を生成して、苦痛を感じると放出する。それを浴びた生物は DNA に影響を受ける。もちろん君も例外ではない。トクサノールは迫り来る破滅から逃れるためにアークと呼ばれる船をいくつも作った。だが遅すぎたのだろう。彼らが置き去りにした一隻のアークから遥か昔、この世界を大きく変える出来事となった週末の彼らが行ったレアアースの採掘や核事業は大量の廃棄物を生んだが、それらは全て未来に何の配慮もないまま埋め立てられた。やがて埋める場所がなくなると彼らは恐ろしい決断をする。鉄に弾丸が当たる音はいいもんじゃない。あのドアの向こう側から聞こえてくるぞ。警告ラベルだな。あの箱には手を焼くかもしれない。やったな。新鮮な空気が効いたみたいだな。